シトロエン GS、シトロエン GS、グッサは、フランスの自動車会社シトロエンが1970年から1986年まで製造した小型乗用車である。空冷2気筒エンジンの 2CV 及びその派生車種と、1955年以来作られていた大型車 D シリーズとの広いギャップを埋める量産車種として計画された。 ボディサイズの割に小さい空冷 1015cc-1300cc エンジンながら優れた設計のボディとハイドロニューマチックサスペンションにより卓越した空力特性、高速巡航性能、操縦性、乗り心地を持った1970年当時としては画期的で最も進んだ小型大衆車の一台であった。百七十一年にはシトロエンとしては初めて ヨーロッパカーオブザイヤーを受賞した。1979年には改良を加えられて後ドアハッチバックのグッサとなり、1986年に1984年発表の BX に後を譲って生産中予された。ハイドロニューマチックサスペンションを持たないが、排気量的には1991年登場の ZX も上級移行した BX と、 QGS のギャップを埋める後継者の一種と考えることもできる。シトロエンは、例年、1948年以来の 2CV などの空冷2気筒エンジンモデル群と、1955年以来の D シリーズの広い車格ギャップを埋める量産車種を持っておらず、1960年代後半にもなると、両シリーズの球体化もあって、販売不振が深刻化し、 深刻な苦境に陥っていた。一方で、シュトロエン自体も1965年、元高級車メーカーで、第二次世界大戦後は、小型車生産に転身していた中堅メーカーのパナールを吸収合併しており、同社のセダン、ディナシリーズ、1953年1965年の PL17 を含むや、24シリーズ、 1963年から1967年クーペの 24C、CT、2ドアセダンの24バイト、BT があったなどの空冷水平対向2気筒 850CC 級モデルを中間車種としての育成を試みた。しかし、シトロエン以上に独創的で強烈な個性を持つ、パナールは、量販車種にはなり得ず、結果新たに GS を開発することとなった。そのため、 GS の設計には、パナール24の経験が生かされ、その後継モデルとしての性格も与えられていた。GS のエンジン、駆動系は、空冷であることを含めて、パナールや2 c v 系の発展、拡大版といえ、一方、ボディ、シャシー、サスペンション系統は、ハイドロニューマチックの採用をはじめとして、DS の縮小、簡略化版であるといえる。エンジンサイズの割に、 大型のボディは2ボックススタイルであったが、ハッチバックではなく独立したトランクを持っていた。また、当時として極めて空力性能に優れたスタイルであり、しかも広い居住スペースとラゲッジスペースを実現していた。そのコンセプトは、そのまま後の CX にも受け継がれた。 初期型 GS4 ドアセダンのボディサイズは、全長 4120mm、全幅 1608mm、全高 1349mm、ホイールベース 2550mm で、後にブレークと呼ばれる5ドアのステーションワゴンや、左右非対称の1プラス2ドア車を含むコメルシアルと呼ばれる商用車も登場した。16年間の総生産台数は、 グッサを含めると247万台に及び、また、フランス本国以外でもノックダウン生産を含めると、スペイン、ユーゴスラビア、インドネシア等でも生産されたとの記録が残されている。GS シリーズの生産時期は、ヨーロッパ社の後半材質の悪い時期にあたっており、特に1978から1981年式の GS、グッサの残存率は低く、現在では希少者となっている。 シトロエンが1934年の 7CV トラクションアワン以来採用している全輪駆動は当然のようにこのモデルでも踏襲されているエンジンは 2CV 計画車やディナイコーのパナール同様の空冷水平対向エンジンが採用されたが4気筒サイチェシーに近代化され直進安定性を稼ぐためフロントアクスルの前に立て置きされた この時期の空冷エンジンの採用は珍しいと言える。排気量は当初 1015cc の地拡大台版として 1129cc、1222cc が出現した。当時のフランス車らしく、いずれもボディの割には小さな排気量のエンジンであり、このためフライホイールマスを大きくして回転落ちしにくいようにチューンされている。サスペンションは 前輪がバネッシュ高銃の少ないダブルウィッシュボーン、後輪がトランクユーティリティ、低床、平床コカに有効なトレーディングアームとなっている。スプリングは前後ともに油圧制御、エアサスペンションのハイドロニューマチックで、これによって自動車高調整機能と高いロードホールディング、快適な乗り心地を得ている。また、この時代の大衆車としては珍しく、 商用車を含めて全車が高速走行に適した四輪ディスクブレーキを装備しており、特に駆動輪となるフロントは、細身のホイール内でトルクステアの原因となるキングピンオフセット、スクラブ半径をなくすため、タイヤ幅の広いビロトールを除き、DS と同じセンターピボット式を採用し、そのためにブレーキをインボード化しており、これは同時にバネした重量軽減の効果もあった。 またフットブレーキの配管と倍力装置は一般的な個別配管とマスターバックではなく DS 同様となるハイドロニューマチックと油圧回路を共有したものでアンチノーズダイブ機構と合わせて強力かつロックしにくい設計機構で DS や SM に通じるスイッチのようにストロークが短く動力によってブレーキ力をコントロールする独特の操作感となっている。 スピードメーターは初期モデルではドラム式ボビン型であったが1976年以降の後期型やイギリス向けのミニハンドルはアナログメーターを備えていた。GS の開発にあたってはよく似たレイアウト持つスバル1000、1966年発売が参考にされたとの説もあるが水平対向エンジンを縦置きとし、 その後にトランスアクスルを置く前輪駆動方式は C v 以来のレイアウトであり、参加のパナール各社にも共通するものである。また、スバル1も、その開発にあたっては DS を大いに参考にし、UK 向けの様々な影響を受けており、そうした意味で GS とスバル1は一種の異母兄弟であるとも言えよう。また、1971年に発売されたアルファスと、 もよく似たレイアウトを持つが、この二車のエンジンは、より一般的な水冷である。内外装ともに、イタリア人フラミニオベルトーニの後を受けた、シトロエンのチーフデザイナーロベールをプロンの率いる、社内チームでデザインされた。しかし GS には1967年に、ピニファリーナが、オースチン1800、1100をベースにデザインした、空力的なファストバックセダンのプロトタイプ。 エアロディナミカ1800、1100の影響も顕著に見られる。がって100%をプロニアシトロエンの創作とは言えないものの、GS のスタイルは特にフロント周りやリアホイールアーチの処理に見られるシトロエンらしさ、良好な空力特性、そしてエレガンスを同時に実現した1970年代、カーデザインの傑作で自流に大きく先んずるものであった。また、 1974年にデビューする上級モデル CX のデザインも GS の沿線上にある。そのホディスタイルにもかかわらず、トランクは独立式でリアシートも加藤式ではなかった。GS がルノー16をはじめとする後ドアハッチバック車の流行を追ってハッチバックを採用するのは1979年発表の発展型グッサからである。 1960年代、シトロエンは極めてコンパクトでありながら、当時としてはスムーズかつパワフルなロータリーエンジンに強い興味を抱き、特許権を持つドイツの自動車メーカー NSU とコモービル、コモトール等の合弁会社を作るなどして共同開発を行った。アハチをベースにシングルローターエンジンを搭載し、1970年にモニター販売された。 実装試験車の M35 の成果を前、1973年には、ついに GS にツインローター方式のロータリーエンジンを搭載した g s ビロトール、バーターイコールバイローター、複式ローターの市販が開始された。ロータリーエンジンこそが、GS の唯一の欠点とされていた、アンダーパワーの解決はもとより、進歩的な車体構造、駆動方式、サスペンション、 空力などに比較して保守的であったシトロエンのエジン技術を一挙に時代の最先端に進めるための切り札であった。その名の通り、排気量 497.5cc2 の水冷ロータリーエンジンとシーマチックと呼ばれる半自動変速機を組み合わせ、当時提携中であったフィアットが開発したジア講座方式で並べていた。シトロエンとしては初の横置きエンジン方式であり、 GS では唯一の水冷エンジン搭載車である。外観上はハイパワーに見合った太いタイヤを履き、翌年発売される CX と同じホイールキャップが預かられ、前後フェンダーにリップがついたこと、当時流行していたレザートップが与えられた点が識別点であり、内装ではボビン式、スピードメーターではなく、英国仕様に似た一般的なアナログメーターであった。 ことが特徴である。販売期間は1年余りで、わずか847台しか生産されなかった。デビュー直後に第一次オイルショックに見舞われたこと、欠陥とも言うべき、エンジンの耐久性不足が露呈し、1974年にシトロエンを傘下に収めた、プジョーの意向もあって、販売された車は、メーカーの手で回収され、スクラップにされた。 このためユーザーのもとに現存する台数は世界的にも極めてわずかである。GS の発展型として1979年に発表された。ボディはハッチバック化され、バンパー、ドアミラーが樹脂製になったほか、フロントグリル、サイドモール、テールランプ、リアガーニッシュ等も変更され、初期の GS のシンプルなエレガンスさは失われたものの、新たな需要も獲得した。 内装は、再びボビン式となったメーター周りや、サテライト型スイッチを持つダッシュボード、シートや、天井の材質など、フルモデルチェンジ並みに変更された。ボディサイズは、全長 4195mm、全幅 1630mm、全高 1350mm、ホイールベース 2555mm と、全長が伸びた以外は GS からの変更は、ほとんどなかった。 ホイールベースの数値の変動はリアのトレーリングアームサスペンションによる設定値誤差である。エンジンは空冷水平対向を踏襲しつつ 1299cc に拡大された。GS は1972年から西部自動車販売が総代理店となって日本市場で発売された。当初の輸入車種は 1015cc のクラブのみであったが 1973年2220クラブに変更された。この当時ガソリンの無塩化が進められていたが、この頃の GS は有うなまりガソリン指定されていた。少数ながら自動クラッチ仕様や丸型アナログメーターの英国仕様右ハンドル車も輸入された。エンジン構造などからクーラーの後付けができず、夏の日本での運転は非常に過酷だった一方で、 未来的なスタイリングとインテリア、ハイドロニューマチックサスペンションの魅力、発売当初の138.5万円という低価格が受けて GS グッサはフランス車としては異例に長く10年以上継続して日本市場で販売された。1970年代中期以降の輸入車ではハイ、はい・ガス規制による性能低下が問題になるが、 g s 1> GS も1 2 2 0クラブまでは48年、規制であったため大きな影響は受けずに販売された。しかし、シトロエンと西部自動車販売は50年規制対応が義務付けられた1976年末までに適合車を開発できず、在庫がなくなった1977年には一時的に販売中よされた。1978年に エアーポンプ式酸化触媒追加等で51年規制適合となって再登場したのは GS1220 パラスで価格は200万円以下と1220クラブの末期より約40万円も値下げされ手動式サンルーフ仕様も登場するなど魅力を増し相当数が輸入されたしかし当時輸入された多くのヨーロッパ製小型車同様 元々のアンダーパワーにはをかけた、性能低下や熱害などの門が発生した。1980年にグッサに移行した当初は、GS 時代に完成したハイガス規制適合ユニットを流用し、燃料ポンプの電磁化、オイルクーラーを移設するなどして、1222cc のまま、グッサ1220パラスとして輸入さた。この頃の日本使用者、 1220グッサとその後の1300グッサ右ハンドル仕様の外観はボンネットには黒いエアスクープが付いているのが特徴である。1982年には日本使用者も 1299cc に拡大されグッサ1300パラスとなった。ハイガス対策は基本的に従来型と同じであったが日産自動車のアドバイスにより日立製、キャブレーター、 同時点火式点火装置、リードバルブ式酸化触媒等が用いられ、排気量拡大と相まって動力性能、燃費、ドライバビリティは大幅に向上した。またこのモデルは右ハンドルであり、日本向けの改変がフランス本国のシュトルエン工場で行われるなど、日本市場への意気込みを感じさせるものであった。その後しばらくは、 グッサ1300パラスの右ハンドル車のみが輸入されたが、1983年にはパラスの左ハンドル車が追加され、右ハンドル車と併売された。これは、右ハンドル車と異なり、本国使用車に西部自販オリジナルの三元触媒を装着しただけで、ハイガス規制をクリアさせたもので、エンジンルームは、右ハンドル車に比べてはるかにシンプルで、動力性能も一段と優れていたという。 なお、このモデルは少数限定枠制度を利用して輸入されたものである。1984年になると、本国では古くから GS の時代から存在したスポーティー版のグッサ X3 が追加された。ハイガス対策などはパラスの左ハンドル車に準じており、このモデルも左ハンドルである。パラスとの違いは変速機が5段になることが最も大きく。 エンジン出力は、パラスと同じである。その他は、棒で前後のスポイラー、ストライプ、ヘッドレスト一体型のハイバックシートなど、内外装の違いが主で、多分に、雰囲気重視のモデルであった。また、このモデルも少数限定枠制度を利用して、輸入されたものである。GS の日本での販売台数は1982年初頭までで4400台、1985年頃に、 最終モデルの 1300cc のグッサ X3 が BX に後を譲って販売を終了した時点では約6000台と言われ販売台数は当時の日本におけるフランス車の中で最も多かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。